どうも、ヌルです。インタマランブ外伝吉原炎上編の外伝やっていきたいと思います。俺はカムイ、春雨第七師団の団長だよ。上には宝泉の旦那を査定しろと命じられているけど、そんなの関係ないね。俺が求めるのは修羅が血、豪なる者の血をもって初めて俺の魂は潤う。宝泉の旦那とやり合えればそれでいい。けど旦那はあの日の輪とかいう女にご執心ですっかりふぬけちまってる。俺は本気の旦那とやり合いたいんだ。アブト、どうすればいいかな。ああ、そんなこと急に聞かれても知らねえよ。そう言わずにさ、何かあるだろう。そうだな、日の輪をネタに挑発でもしたらどうだ。ブッブー、アブトの左腕、ボッシュート。えい。おい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 、腕取れたんだけど、何してくれてんのあんた。それだと原作のままじゃないか、つまんないよ。そんな理由で人の腕飛ばさないでくれる。いいじゃん別に、どうせ俺と旦那の喧嘩止めるときに取れるんだし。ひどいネタバレだな。このゲームが初見の人もいるんだぞ。平気平気、このゲーム原作ファン狙い撃ちにしてるから。ぶっちゃけすぎだろ。しかもゲームの発売日、実写映画の公開に合わせるつもりだったらしいよ。あれ、映画の公開日とっくに過ぎてね。あれれ、しかもゲーム実写映画があるから売れるって言って作ったらしいよ。あれ、実写映画って半年以上前でしょ。あれれ、言ってやるなよ、大人の事情だ。しかもこのゲームあれでしょ、海賊。おっと団長、そこまでだ。世の中には言っちゃいけないこともあるんだ。海賊からパクるなんて、とんだ海賊王がいたもんだ。さーて、バンナム海賊団の所業はさておいて、俺は旦那をサクッと倒しちゃおっかな。おーい、宝泉の旦那。やめろ団長。カムイ、いろんなところで暴れまくりだろそれ。ということでカムイが使えるんだ。おう、うん。まあとりあえずでいいかな。さあ始めようか。楽しみだな。新作の拳で敵をなぎ倒す宿に優しいアクションが揃っています。神楽と同様、空中攻撃が強いため、積極的に空中コンボを狙いましょう。全体的に技が強い反面、防御力がかなり低いので立ち回りには注意が必要。真の強者とは、強き肉体と強き心を兼ね備える。何者にもとらわれず強さだけを求める俺に、まだまだあんたたちは勝てやしない。抜かせー、コアッパー。やるじゃん、よっと。おりゃよっと。強いんだよね。全然減らないんだけど。行くよ。まだまだ。将軍家は大体もう戦国に不敗。邪魔すると殺しちゃうぞ。どりゃ行くよ。まだ
俺が全部消してあげるよ。本気出しちゃおっかな。これくらいで死なないで。そろそろバテてきちゃった。やばいやばい、はめられてる、はめられてる。まだまだ平気そうだね。じゃあもう少し頼む。我が元に沈むのに閉めるよね。あんたを殺して俺はまた一歩強くなる。くだらん争いはこれまで。これでとどめ。まだ勝負はついておらんぞ。殺しちゃうぞ。弱いやつに用はない。光線が一番ハメ殺し的な感じだよな。これくらいで死なないで。どうなる者の血を持って初めて俺の魂は潤う。君じゃ俺には勝てない。終わりだね。いい感じだね。いいね。いいじゃねえか。あの胃が使えるようになった。さすがは八王宝泉。かつて宿の頂に立った男。おい、それと下克上ってわけにはいかないようだね。下克上？笑わせるな。カムイ、貴様には上も下もあるまい。あるのは強いか弱いか、ただそれだけ。弱き者は意にも介さんが、強き者はたとえそれが誰だろうと、死のわしであろうと牙を剥く。それが宿の血というものですよ。こんな土の中に安住し、酒と女に溺れるうち、その血まで乾いてしまいましたが、今のあなたに勝っても面白くないや。思い出してください。斧が中に流れる修羅の血を。黙れ。あなたの居場所はこんなところじゃない。黙れと言っているんだ。あなたの居場所は、俺たちの居場所はここですよ。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。